ごきげんようじ、おはようじ、どうも、近藤ようじです。いや、もう4月のね、後半ということで。今年ね、始まったばっかだと思ったら、もう5月ですわ。もう気づいたら夏ですわ、本当に。夏が来るということで、今日はね、ちょっと気になる商品があるので、それを皆さんに紹介したいと思いますので、よかったら最後まで見ていってください。それでは、どうぞ。今回紹介する商品はこちら、プリマビスタの化粧下地、皮脂崩れ防止下地超オイリー肌用、通称ブラックプリマです。肌のテカリ、ベタつきが特に気になる方に超オイリー肌用の化粧下地らしいです。プリマビスタのさ、普通の皮脂崩れ防止下地あるじゃないですか。それはピンクなんですけど、これは黒です。これなんかかっちょいいで、ピンクゴールドと黒のなんか大人っぽい感じになってる、スタイリッシュな感じですね。これからの季節はね、特にベタつきとかね、テカリとか気になってくると思うんですけど、このブラックプリマを使うと汗皮脂に非常に強く、気になるテカリ、不快なベタつきを長時間防ぎます。時間が経ってもサラサラな気持ちのいい肌が続きますということで、まあほんとこれからの季節にぴったりの下地ですね。まあ男性の僕が紹介してるんですけども、なんかエイプリルフールに女装男子専用みたいに一回これが出てたじゃないですか。じゃなくてっていうか、まあそれもいいんですけど、女性も男性も使えるっていう化粧下地になってるので、まあ彼女とか女友達とかとシェアして使える化粧下地になってます。これは色がついてない化粧下地なんで、男性の方もこれだけ塗って皮脂テカリを抑えたい時、まあ、デートの時とかね、この彼女にこうテカっているところを見られたくないとか、会議の時とか、そんな時とかに使えるんじゃないかなと思いますけども、どうでしょうか。はい、というわけで今朝の8時45分なんですけど、これからこのブラックプリマを使って1日過ごして、どんだけこうテカっていないかをね、検証したいと思います。はい、まず、使う前によく振ってください。そしてここにね、使用量の目安っていうのが書いてるんで、手の甲に出します。おお、結構ね、みずみずしいテクスチャーです。4点、まあ5点置きですね。これを手で伸ばしていきます。塗った瞬間にサラサラしてね、テカリがすごい抑えられた。わかるかな、これ伝わってる？なんか本当にだからもう、なんだろうな、パウダーを塗ったみたいな感覚になる。はい、こんな感じで結構ね、そこまでマットじゃなくてセミマットぐらいの綺麗な肌質にしてくれました。まあ、これがね、1日続くとすごい嬉しいな。マット感ですね。よきよき。まあ、下地を塗った後こうやって手の体温でね、なじませるのは割と大事ですね。あったかくして下地を肌に密着させます。まあ、今日は YouTube の撮影、他の動画の撮影と、あとまあ編集、1日、まあ、夜ぐらいかなにまた撮りたいと思います。それでは検証スタート。パチッ。ごきげんようじ、おはようじ、どうも、近藤ようじです。よかったら最後まで見ていってください。ドゥ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 、 OK。 はい、まずは1つ目、普段はね、ちょっとテカリが気になったらパウダーとかで抑えるんですけど、今回は全然まだ大丈夫そうです。というわけで今19時49分、1日ね、ブラックプリマをつけて過ごしたんですけれども、まあ、普段はね、結構鼻の頭側が僕テカりやすいんですけど、そんなにいつもよりは全然テカってないです。うん、むしろ僕の好きな感じのお肌になってきました、時間が経つにつれうん、すごいいい感じですね。わかりますかね。わかる？うん、伝わると思う。朝から10時間ぐらいか経ってるんですけど、それでまあこの感じならば、全然これからね、まあやっぱ夏に近づくにつれ皮脂がどんどん出てくる季節なので、これからの季節には本当にもってこいだと思います。うん、
はい、というわけで今日は実際にブラックプリマを使ってみましたということで、この商品はですね5月15日からウェブ限定で数量限定で発売されるみたいなので、気になった方はねこの下の概要欄の方からチェックしていただけたらなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。